岡田、22歳、2割8分4厘、33本、OPS 933、本塁打王。オリックス、T 岡田は22歳で迎えた2010年のシーズンに33本塁打を放ち、本塁打王に輝くと、その後もオリックス一筋で活躍し通算、1192安打、204本塁打を記録している。加藤球さえなければ人生変わってたんかな？それプラスどんでんが完全に余計だったどんでんに結構嫌われとった印象。もっと大打者になると思ってたわ。ホームランを取った年は勝負弱いイメージ全くなかったよな。翌年からここぞの場面では打たないってイメージが定着した。これでも吉田が現れるまでオリックス生え抜き唯一の主力だった事実。2010年頃は岡田と中田が将来日本球界の主砲になるってみんな思ってたよな。29の持ち直した感好き。なんでこんな急にボロボロになったんや。確かに各年ぐらいで微妙な時はあったと思うが。何話の四天王やぞ。